本日進行、1日通して務めさせていただきます、宮越仁義です。よろしくお願いします。実はですね、あ、ちょっと自慢じゃないですけど、アースライズの、写真というか地球の出の写真を見て、アースネイティブって言葉を思いついたのは僕なんですけど、なんだかこう生まれた時から地球っていうものを一つとして見られてる世代なのかなっていうような感じで、アースネイティブって言葉が僕は思いついたわけなんですけども、ただそのアースネイティブとしてこう今地球がすごく危機に瀕してるんじゃないかということで、今回セッション1日目は、いろんなテーマから探っていくという感じです。資源の枯渇が食料危機に直結するということで、本日のゲストの方をご紹介して、すぐにマイクを、渡していきたいと思います。まず案内役として、白井和弘さん、市民セクター政策機構です。おはようございます。大場典明さん、エネルギーアナリストでございます。吉村和弘さん、グローバル、あ、和成ですか、ごめんなさい、吉村和成さん、グローバルウォータージャパンでございます。はい。染谷由美さん、東京ユネルでございます。よろしくお願いします。それでは案内役の白井さんに、マイクを渡したいと思います。よろしくお願いします。白井と申します。どうもよろしくお願いします。食料危機、資源の枯渇が食料危機に直結するというふうに言われても、ほとんど、今の日本ではなかなか実感ができない、今日もこれ、周辺見回しても僕は食料危機だという感じがすると思います。ましてや、スーパーに行けばもう大食いとにかく、お金さえ出せば、ましてなんかどんどん安いものがとにかく入ってくる、なんかそんな、実感の方がむしろ、一般の人たちの、感覚だろうというふうに思います。ただし実際ですね、世界を見回してみると、もう間違いなく食料危機の時代がすでに来ていると、こういうふうに、私はもう思っております。私今世界各国の食料現場を見ていてですね、食料の需給という観点も崩れているし、それからもっと肝心なのは、食料を作るためには、やはり、土地、農民、それからさらにエネルギーと水が必要なわけですけども、こういったものってはほとんどすでにこの都会にいては見れないですね。で、実感することもできないというわけで、今日はもう本当の専門家の方、エネルギーアナリストの大場典明さんと、それからグローバルウォータージャパン、さらに東京で油田プロジェクトというのをスタートされている染谷由美さんという方、お招きしてですね、まずは、世界の、食料を食する資源問題、そして、今後我々がどうしたらいいのかということについて、皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思います。時間も限られていますので、自己紹介含めてですね、どんどん進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではちょっと簡単に自己紹介をして、お話しさせていただきたいと思うんですけども、私はですね、今思えばもう小学校4年生ぐらいの時に、石油の油田ですけど、油田の成り立ちとかを興味を持って、それで油田の勉強を小学校の頃にめちゃくちゃやってた、そこからもうずっと石油マニアみたいな感じになってまして、かれこれ20年以上石油のものを考えてきてます。で、気が付いたらエネルギーウェザーですという仕事をしているわけですけども、でその皆さんなかなか石油のことは身近にないと思うので、今世界で石油ってどういうふうな状況になっているかっていうことを、ものすごく簡単に申し上げますと、よくというか、今回のセッションのタイトルにも資源の枯渇っていう書いてあるんですけども、実はこれが非常に誤解を招いてしまう言葉でして、どういったらいいですかね。実は資源の量自体はかなりたくさんあるんですけど、ただいいところから取ってるので、残ってるものはすごい取るのは大変なものはたくさん残ってるような状況なんですね。なのでエネルギーの専門家とかに資源はまだあるんですかって聞くと、まだありますと答えます。なんですけども、取れるんですかって聞かれたら、お金出せば買えば取れます。それが正しい態度なんですけども、例えばガソリン代が今100円とか120円とかだと思うんですけども、それが1000円だったら皆さん車に乗りますか、こういう話なんですよ。で、
例えば1000円でガソリン買えるんだったら多分今の石油分と何倍も掘ることができます。そういう意味ではまだ枯渇ではないんですけども、でもそれぐらい値段が上がるか上がらないかの今瀬戸際に来ているっていうことで、あの今非常に危機的な状況になっています。で、で石油価格が最近すごく下がったり上がったりしてるかと思うんですけども、で今値段が下がってるんですが、実は今の値段ですと、あの世界の供給量の3割ぐらいしか賄えないんですね。つまり今下がりすぎてて掘れないぐらい下がってる。でも今皆さんガソリン先価格が少し去年とか一昨年より下がって、あ、よかったよかったって思ってると思うんですけども、その値段が続くと今度は油田の開発がストップしちゃって、おそらく2018年ぐらいに、供給の力が弱くなってまたガンと跳ね上がっちゃうという、そのタイムラグがあるので、なんか今はいいんだけどみたいなことになってまして、そういうことを繰り返しているとどんどん疲弊していって、まあ私の経済的なことも含めての見通しでいうと2020年代ぐらいにいろんな意味で値段が高くなるか消費できなくなるかできなくなるかっていう、そういう世界が来るんじゃないのかなというふうに思っています。で、あとその石油を中心とした、まあ、エネルギーの半分ぐらい石油なんですけども、石油を中心としたエネルギーと食料供給の関係というところから申し上げますと、実は皆さん食べてるご飯というか食料ですね、に含まれてる、まあ、タンパク質とかいろいろあると思うんですけども、皆さんの体を構成している、まあ、窒素っていう元素があるんですけども、この窒素のですね、まあ、6割以上は実はまあ、石油というかですね、まあ、ほぼ天然ガスと石油から来てるんですね。これなんでかっていうと、普通のお米とか小麦とかを作るときって、今窒素肥料という、まあ、肥料をバンバン与えてます。でそのおかげでこの50年間で約、1つの1ヘクタールあたりの収率っていうのが3倍ぐらいに上がってるんですけども、まあ、そのおかげで地球は賄えてるんですね。その耕作面積にほとんど変わってないんですけども、その50年で増えた人口分だけ窒素肥料を増やして、農業生産量を上げてるんです。でそのおかげで今生産成り立ってるんですけども、それでそこに天然ガスをたくさん投入してるということで、まあ、食べ物っていうのは実は石油食べてるのとほとんど変わらないんですよね、というのが一つで、もう一つはこれも結構皆さん気がつかないんですけども、その畑耕すときってもう今人間やらないんですよ。で、まあ、ほぼ世界中で、まあ、トラクターを使ってやってるわけなんですけども、トラクターも当然今、あれはディーゼル石油を使ってやってますけども、ディーゼルのトラクターっていうのはだいたい人が耕す効率の600倍の効率があるんですね。つまりもしディーゼルトラクターがなくて人手でやろうとすれば、今の農業人口を600倍にしないと今の生産量を賄うことはできないんです。つまりトラクターの、まあ、あれを、まあ、電気にするっていうアイデアもあるんですけども、トラクターの生産効率によって今の世界の食料生産っていうのが成り立っているので、そのトラクターの効率の圧倒的な力と、化学肥料の力によって今の食料供給が、まあ、この柱で少し支えられている。でもちろんエネルギー消費のうちの食料に使われている分というのは 1% ぐらいだと思うので、そこに重点的に回せばいいんですけども、ただ中国とかインドとかアフリカとかでどん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 経済が発展していくと消費量が増えて石油の値段が上がってしまうと、その食料を生産するのにもどんどんコストが高くなってしまうということは避けられないような、まあ、そんな状況になっていして、まあ、なんていうんですかね、密接に関わっている問題なのかなというふうに私は考えています。で、それ問題的にこんな感じになってます。まあ、ある限りですか。で、まあ、ちょっとなんか勝手にどうですか、次ちょっと解決じゃないんですけども、もう少し話しますと、例えばじゃあどうすればいいかということで、例えばですけども、一つの方の畑があった時にそこの面積で
例えば菜種をいくつか植えまして、そこからそのまあそれ食べてもいいんですけど、食べたりとかする菜種の油の一部を、まあ、あとまあ東京ゆでさんがやってらっしゃるように天ぷらとかで使った後の残り油でもいいんですけども、その天ぷら油でもいいんですが、その植物油を、燃料に変換することができるんですけども、それを使ってトラクターを動かすといった場合に、一体畑の何割ぐらいの面積をトラクターのために使わなければいけないと思うかということをちょっと考えてみたんですけども、これは結構面白くてですね、だいたいトラクターの効率にもよるんですけども、だいたい 15% から 20% ぐらい、1割から2割ぐらいの畑の面積をトラクター専用だったりみたいな、まあ、それは1回再利用使ってで、やるとその効率に必要なエネルギーを払うことができるんですね。で効率落ちるんですけど、昔はこれ馬とかでやってたんですよね。で昔もその馬の食料用の畑っていうのがあってというか、その必要なところがあって、それで馬に餌を食べさせて畑を耕かせて、まあ耕してもらってるんですけど、大体人間と馬の効率の違いが60倍ぐらいですね。人間と馬の効率が、で人間のトラクターが600倍なので、トラクターと馬だと大体、10倍か、だからもしトラクターがなかったとしたら馬でやると10分の1で、はい、10分の1の効率になっちゃうんですけども、でも必要な畑の例っていうのは実は馬でもトラクターでも一緒なんですよ。なので馬がやるときも大体1割から2割ぐらいが馬の餌のための例にしてやってきて、人類っていうのは実はここ2、3000年の間こういうふうに、耕すための動物の餌っていうのを確保して、まあ、やってきたんですね。その効率がただ10倍になったっていうだけでということで、結構その何ですかね、やることは不可能じゃないんですけども、それぐらいその食料を生産するときにエネルギーが必要なんですよっていうのが、まあ、話でした。はい、じゃあ私の方から以上です。グローバルウォータージャパン吉村と申します。国連ニューヨーク本部 の、 環境アドバイザーもやってございます。まあ、というわけで毎月のように海外に出かけてですね、まあ、日本の技術を持って世界の水問題を解決しようと、まあ、そういうことでやってございます。まずもって熊本でですね、まだ続いておりますけれどお見舞い申し上げたいと思います。昨日の6時現在でですね、今熊本でも約2万2000世帯が今断水でございます。1世帯大体 2.5 人でございますけれど、今この時点でも約5万5000人から6万人の人が、まあ、水道にアクセスできてない、これが今熊本の現状でございます。まあ、日本水道協会をはじめとしてそれから日処理会社全部今応援体制をしておりますけど、まあ、とっても間に合うような状態じゃないんですね。ということで皆さんの周りには毎日水道が来てるんですね。で大体普段何気なく使ってて何かあると、まあ、その大切さが分かるというのが大体水資源とですね、それからまあ親ですね、亡くなって初めて分かると、まあ、そういうことでございます。で初めにですね、地球は水の惑星だと、ね、言ったのは1961年ですね、4月12日、初めて人類で初めて宇宙空間に出たのがガガーリン少佐ですね。それで地球に戻ってきてですね、どうだったと聞いたら地球は青かった。皆さんなぜ過去形だったかというのを考えてください。実は当時はコミュニケーションできなかったんですね、宇宙船で。電波の関係でですね、で帰ってきて初めてどうだった、地球は青かった。それ以来人類はですね、本当に地球というのはブループラネットで水で溢れていると、こういうのは偉大なる誤解をしているんですね。なぜ誤解かというと、外から見ますと 97.5% が海水ですね。で淡水というのはたった 2.5% しかないんですね。でその 2.5% の淡水の8割は氷山氷河、それから深い地下水で固定されておりまして、我々が表面にあってすぐ使える水もこれはなんと 0.01% しかないんです。ですからあるように見えてもほとんどないのが地球の水資源、 0.01% の淡水の水資源を今
世界人口72億人が分け合って暮らしているというのが今の現状なんですね。で、まあ、そういうことでございますので、今後2050年に例えば人口が90億、100億人、まあ、国連なんかの統計によりますとね、まあ、定位、中位、高位というのがありますけれども、あたかでもう約90億人になるんだと。そうすると、今までの水資源の大体 1.5 倍から2倍必要となるわけです。現在でも足りない。しかし人口が増加すると、さらにまあ水資源が必要ということになるわけです。で、今度それに追い打ちをかけているのが地球温暖化ですね。まあ、12月に COP21、これがですね、194カ国でまあ合意いたしました。中身についてはこれからでございますけれども、日本もですね、これから2030年までに、CO2 炭酸ガスとしてですね 26% 削減をしようと、こういうことで今、政府はいろいろやっておるわけでございます。じゃあ水資源から見て地球温暖化はどうかというとですね、これ先ほどの食料と同じなんですね。あるところにはあるけれどもないところにはない。水でいうとですね、多すぎる水と少なすぎる水、この2つが問題なんです。多すぎる水、皆さんお分かりですね、洪水ですね、ゲリラ豪雨、洪水、世界で頻発してございます。で、もう一つは少なすぎる水、これは干ばつなんですね。ですから大きな国、例えばオーストラリア、ヨーロッパ大陸ではですね、あるところでは豪雨、洪水ですね、それからあるところでは干ばつなんですね。これが起こっているというのが今現在のですね、地球環境の、まあ、温暖化の問題ですね。で、何が問題かというとですね、今人類はほとんど亜熱帯からですね、住んでるところなんですね。ところが今度地球温暖化が進みますと、両極の方にですね、梅雨前線とか全ての、空気が移動してまいりまして、つまり従来の水インフラのないところに雨が降るということですね。それによって水災害が起きているというのが今あの現状でございます。ですから、まあ、水、皆さんご存知のように水にはですね、気体、液体、固体、水の3体中学校で習いましたよね。まあ、液体は水だったんですね。じゃあ気体はというのは蒸気ですね。それから固体はというのは氷、まあ、氷山、そういうものなんですけれども、実は温暖化によって海水面が温められて空気中の水分がどんどん増えてきてるんですね。じゃあ水分が増えるとどうなるかというと、それは巨大になるですね、重さを持って、それに回転力が加わると、これが破壊力になるわけです。の典型的なのはハリケーン・カトリーナ、それから最近のですね、いろんなまあ、ハリケーン、それからモンスーン、いろんなものがですね、日本に来る台風も数は少なくなったけれども、1個あたりの破壊力が強くなっているというのは、まさにですね、この空気中の中の水蒸気が増えて、それが破壊力を持ってきているということなんですね。これがもっと頻発するわけでございます。ですから今日本はですね、梅雨と台風で日本の水資源約830億トンのうちの3割が実は梅雨と台風でもたらされているんですね。ですから、もし温暖化になって梅雨前線が朝鮮半島やソ連に行くとですね、日本は3割の水がなくなる、こういうことなんですね。まあ、しかしそういうことはですね、今回の地震のようにですね、言い続けてるんですが、誰も注目していただけないと、ね、その場になってみて初めてですね、あ、大変だなということが、まあ、認識されるかなと思ってですね。それから、まあ、今日は食料の問題でございますけれども、今までは見える水、つまりビジブルな水のお話をしましたけれども、皆さんに今日考えていただきたいのは可塑水という概念でございます。可塑水というのは何か、見えない水なんですね。今日本の食料自給率カロリーベースで、約 40% でございます。つまり 60% の食料を海外から買ってきている。じゃあ海外でその食料を育てるためにはどのくらいの水を使ってかかる、これが可塑水なんですね。仮に日本でそれをですね、育てるとするとどのくらい必要なのか、まあ、可塑水ということで、これは東京大学の沖大観先生とですね、私の一緒に本書いてありますので、まあ、もし可塑水に興味がある方があればですね、Amazon か何かでちょっとクリックしていただくと、私に 8% 印税がチャリッと入ってきますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、それはそのとしてですね、じゃあ可塑水っていうのは今日本のですね、灌漑用水約530億トン使っておるんですけれども、食料と一緒に入ってくる可塑水を見ますと約640億トンなんですね。つまり日本が今使っている灌漑用水のですね、大体 1.2 倍の水が必要ということなんです。ですから日本が今後どんどん景気が悪くなって海外から買うお金がなくなる、じゃあ食料を自給しようと、
でその時には水がない、こういうことなんですね。ですから私はいつもですね、まあ、テレビラジオでいろいろ申し上げてるんです。私は水の専門家でございますけれども、必ず水を考える時には食料とエネルギーと水、この三位一体で考えてください。つまりエネルギー、それから食料を支えているのは全部水なんですね。で私の場合は水商売でございますので、何でも水だと言わないとですねビジネスにならないんですね。こういうのを日本の言葉で何て言うか、皆さんご存じ、これいうのはガデン飲水とか言ってるだけですね。まあ、ということでですね、水の資源はこれから足りなくなると。しかし日本にはそれを解決できるいろんな技術があるんです。例えば海水淡水化の技術、これ世界で最高でございます。膜の技術ですね。それからリサイクルの技術ですから、そういう日本の技術を持って、まあ、世界に貢献したいというのが、まあ、今私のライフワークでやってるものでございます。それから最後にですね、水というのは実は石油というのは消耗資源でございまして、燃やすと炭酸ガスと水になる。しかし水だけはうまく使うと何回でも使える循環資源なんです。つまり上流から下流までですね繰り返して使うことができる。したがってまあ水はですね今後どんどん使っていただいて結構でございます。賢く循環をしてですね水循環を守っていくと、まあ、こういうことが最後は地球のですね、また温暖化、それから持続可能な社会を作っていくんじゃないかなと思っておりますので、水でございますので、最後まで水に流さないで必要に考えていただければありがたいなと思っております。以上でございます。すいません、次に私で、お話しさせていただきます。私はですね、今市民セクター政策機構というこれ、生活協同組合の研究センターの専務をしてまして、まあ、コンセプトは市民社会の作り方ということで、まあ、社会運動の話を出しています。ただそれまで、20年ぐらいですね、食料の、まあ、燃料、それから餌の調達について、関わってきまして、もともと1996年、ちょうど20年前ですね、アメリカで最初に遺伝子組み換えの商業栽培が始まって、それ以来、まあ、日本の餌っていうのはほとんどもうアメリカ等々、あるいはブラジル、からの輸入に頼ってますが、非遺伝子組み換えのトウモロコシ、大豆等々をとにかく調達するために、まあ、世界各地回っていました。まあ、現在も今も回って、食料現場、まあ、特に穀物ですね、調達情報を見に来てるわけですけれども、まあ、とにかく実感としてはもうとにかく需要と供給が追いつかない、関係が崩れてるというのが実感です。で結局、まあ、輸出国っていうのはもう本当に限られてるわけですね。要は食料を輸出できるのはアメリカ、それからカナダ、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンと、もう中国は完全に食料輸入国になりましたから、例えば以前はトウモロコシを日本に輸出してましたけども、今は禁止してます。そういうような状況の中でもう、完全にこれからも飢餓の時代が来るというふうに思ってます。で昔ちょうど、まあ、名前は聞いたことあると思いますけども、マルサスっていう、まあ、イギリスの経済学者がいて、要は基本的に、人口の伸びよりも食料生産の伸びの方が、下回ると、要するに人口がどん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 増えていっても食料生産っていうのはそんなに増えないから、まあ、やがてですね、世界的に起こるような警告をしました。まあ、実際この200年間に限って言えば、そういうことは起きなかったんですけども、それは、まあ、今ご説明いただいたように、まあ、医療ですか、農地の、まあ、拡大ですとか、灌漑ですとかいう形で、まあ、なんとかしのいできた、まあ、ところがいよいよそれが本格化してきてるというのが、まあ、今だと思います。まあ、単純に、まあ、要するに人口の問題でいうと、1950年が25億人で、今年今、2015年ですね、これが73億人ですから、この間に50億人増えて、さらに2050年に95億人になるという話。しかも新興国、まあ、例えば、まあ、中国等々、ロシア、ブラジル等々、昔は、まあ、穀物として食べてた国が、まあ、食用油を油にしたり、それから、まあ、肉を食べるようになってきて、でどんどん穀物が足りなくなって、
で、結局2008年に、あるいは2011年に起こったのが世界的な食糧暴動なんです。これもほとんど日本には、まあ、報道されてませんけども、例えばハイチ、フィリピン、それから、中東の春、2011年に、まあ暴動が起きましたけども、あれは、まあ、いわゆる、まあ中東の、まあ、独裁国家の中の、まあ暴動とだけなんか報道されているような側面がありますけども、発端は食料価格の高騰なんです。で、そういったことが、まあ、起こっているわけですけども、はい、今後その、こういった問題がどういうふうに発展していくかということですけども、今、北見専門家の方がおっしゃったように、基本的にはもう、水、それから、化石燃料が、まあ、減少しているこういう中 でさらにそれに加えて、まあ、農地面積が減少する、まあ学者の中には大丈夫アマゾンがあるというところで、アマゾン今どんどん切り開いてます。大豆農場になったりそれから、まあ、牛を飼うということでまだアマゾンが残っているというけれども、イギリスのある学者によれば、まあ、アマゾンもあと50年で、基本的には砂漠になってしまうこういうところで、もう農地の拡大も限界に来ているというところですね。それから、まあ今も話に出ましたけども、世界的な異常気象です。私というか、もう年間数回、各地、生産現場に行きますけども、行くたびに、こっちでは大干ばつ、こっちでは大洪水、別にカリフォルニアでは大干ばつ、そしたらオーストラリアと同じように大干ばつ、ミャンマーに行ったら大洪水、中国でも大洪水。というようなところが世界中で起こっているわけ でこれもなかなかもうほとんど報道されていない。でこれがもう、数年に昔は一度とか、まあ、言われてたのが毎年どっかで起こるようになっているので、そういう意味では今後要するに、食料はどんどん要するに、足りない状況が来るだろうだとこう言って、遺伝子組み換えが何とかしてくれるというような幻想がありますけども、遺伝子組み換えは基本的にはもう破綻しているというのが私の認識です。現地の農家に行けばですね、要は同じ、除草剤をまき続けてきた結果、それから同じ、殺虫剤をまき続けてきた結果、要は除草剤をこうかけても枯れないスーパー雑草というのがどんどん増えてきます。ですから結局今あらかじめですね、除草剤を大量にまいて、またさらに、遺伝子組み換え作物に、除草剤をまくということで、除草剤を使っている量が3倍から5倍に増えています。だから害虫も今までは遺伝子組み換えのを食べると害虫が死ぬというそういう、まあ、遺伝子組み換えのトウモロコシ対策があったんですけれども、これを逆に害虫が餌にしているというところで、結局農家はそういった害虫駆除のためにどんどん殺虫剤を使わなきゃならないということで、より強い、過去アメリカで言えば、まあ、ベトナム戦争の頃に枯れ葉剤として使用していた、まあ、いわゆる除草剤であるとか、を使用するようなして、しかもナンセンスのことにアメリカでは抵抗がある、アメリカの、ベトナム戦争の経験があってアメリカでは抵抗があるけれども、逆に日本はもうとっとともう承認をしてしまったというような状況になっています。しかも今年ですけれども、いよいよ遺伝子組み換えの作物の農地面積が減少を始めたというのが今年の話です。では世界はそういう状況になってて、でも今回 TPP、大筋合意ということがあって、昨日までは北海道を回ってきたんですけども、もう基本的には北海道、まあ、これは、本州もそうですけども、もうこの先、もうすでに高齢化がしていますから、まあ、要するに農家の年金が65、70、もうこの先ないというところで廃業がどんどんついています。私が行った ある農協は、もうこの10年間で、約 30% の農家が廃業するとこういうことで、あるそうすると、当然、国産の作物が全部どこか買えます。で、問題なのは、今はそれでも安いものが入ってきている。で、TPP の合意で言えば、牛肉で言えば、
今、35.5% かな、の関税を確定と、これが17年かけて 9% に下げる、し17年間で 30% 安くなるということで、まあ、テレビなんかは、まあ、安いビジネスがないので、みんなハッピーになるように言ってますけども、まあ、実際もうすでにスーパーに手が回ってくるところに、ほとんどオーストラリアとアメリカの牛乳しか並んでないという状況です。でますます国産の牛肉等々が手に入らなくなる。で、先ほど、ちょうど吉野さんがおっしゃった通り、タイムラグがあるんですね。要するに日本の農業が滅びた後に、今度はいよいよ世界中の農業がいよいよ崩壊を始めてくるという状況になって、今の時代が来てもおかしくないというふうに思います。で、一つの方策が、まあ、先ほど出ましたけど、やはりどうやって自給をするのかということだと思います。ただ、まあ残念ながら日本中で自給をしたところでこの1億数千万を賄うことはできないとは思いますけれども、少しでもとにかく、今都市で、自給を始めようという運動が始まっています。で、これは去年翻訳したんですけども、例えばロンドン、パリ、それからカリフォルニア等々、都市のど真ん中でですね、自給を始めている人たちがまず多く増えてまして、シティファーマーと呼ばれています。本当に一人でグループではなくて一人でとにかくできるだけ大量のものをとにかく作ろうという努力が始まっています。そうは言っても、水とやはり、エネルギーがあった方がより効率的なわけで、この都市でどうやって農業を拡大するのかという含めては大きなポイントの一つはエネルギー問題になると思います。ここでちょうどその東京油田というものを、今作ってらっしゃる、富谷さんに非常に私期待を持っているっていうお話をしていただければと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はい、ご紹介に預かりました東京油田の富谷由美と申します。よろしくお願いします。さて皆さん、揚げ物は好きですか？何が好き？唐揚げ美味しいですね。天ぷら美味しいですよね。私とんかつが大好きです。でも揚げた後の油、皆さんどうされてますか？寄せ麺ですか？どうされてますか？サスケで野菜セットプレゼントします。あ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。これに配信されてます。やっぱりさすがアースデー東京にいらっしゃる方は違いますね。なんですよね、結構固め入れ店舗が好きだったりとか流しちゃったりする方もね、いるんですね。私はこの使い終わった天ぷら油、ふーっと飲んでしまいます。嘘です。はい、私はですね、この使い終わった天ぷら油を入れて、マヨネーズですね、でローソクにしたりしてます。今日はですね、この会場もですね、天ぷら油発電されてしてるんですよ。皆さん知ってましたか？もうね、アースデー東京は8年目になると思います。この会場、このマイクですよ。このマイクの電源は横にある発電機、天ぷら油で、発電した電気でやってます。そして回収水槽っていうのがあるんですけどもね、今日はこの会場でも油を詰めてます。それはもう8年前からこの会場で、やっぱり自給自足のエネルギーを使いたいということで、アースデー東京の執行委員とこの会場でも油を詰めてます。ということで、東京油田、皆さん油田だから石油でしょと思うかと思いますが、ね、油田は石油だけじゃなくてですね、日本にも出ます。で、1年でですね、40万トンの廃食油、使い終わった後の揚げ物の油が捨てられてるんですね。これをですね、エネルギーにしてですね、福島原発で今壊れて止まってますが、これの3分の1の量の発電ができるんです。1億キロワットの電力ができるんですね。太陽でも風でも原発でもなくて、天ぷら油で、発電が、ちょっとすごい話になりましたけど、昔から食物ってすごくて、食べ物としてだけじゃなく、ローストにもなります。私たちブースがですね、原宿の方にありますが、今日もやってます、天ぷら油で作るキャンドルワークショップをやっておりますので、覗きに来てください。5年前に東日本大震災が起きて、東京真っ暗けになりましたね。で、今熊本も実際水も止まってるけど、電気も止まってる場所があります。
で、電源っていうのはですね、送電線が切れちゃってるからそこに来ないんですけども、自分家にサラダ油があればですね、これでろうそくができたらですね、火が灯せるんです。なので東京ね、この間東日本大震災の時も真っ暗けになってましたけど、みんなでろうそく買いに行ったりとか、懐中電灯なんか持ってなかったから買いに行ったりしたんですが、お家のサラダ油でろうそくができれば火を灯すことができます。そしてそれをですね、5、6個作って、少し高い缶からかなんかの上にお鍋を乗っけて、火をですね、温めてあげれば 100cc のお水がですね、10分で沸くんですよ。すごいでしょ。なのでこんなこともですね、お家のサラダにですね、植物油でできますので、本日覚えてみたいなと思います。そしてこのベトベトの天ぷら油ですが、体を洗う石鹸にもなるんですね。皆さん選挙の方から知ってるんですけどね、若い子に言うとね、って驚かれて、ベトベトの油が石鹸になるんですがって言うんですが、人類が初めて起こした化学反応は石鹸と言われてるんですね。4000年前からあるんです。で、日本に伝わったのは、実はまだ江戸時代は石鹸も普通になって、明治維新からです。明治からの殖産工業として、近代工業として石鹸産業が生まれていくということなんですが、そして1993年です。私たちがですね、世界で初めて使い終わった天ぷら油でこのバイオ燃料を開発しました。もうやっともう20数年経ってますが、まあやっとこの代になってですね、だんだん知ってもらえるようになりました。で、もし使い終わった油をですね、水に流してると、すごいいっぱいの油、5cc で、魚が住めるお水にするには、なんと風呂40杯ものお水が必要です。ね、ですよね。なので、下水には油流さないでくださいね。そうやってね、エネルギーになるんです。で、東京湾にはですね、オイルボールなんかが浮いちゃったりしてですね、やっぱりこう、環境汚染、まあ、植物油ですから、その鉱物系に比べたらっていう考えもあるんですけど、やっぱり水を汚していく。先ほど、先生も0.01% ですよね、使える水って。本当に地球の表面の本当に、何ですか、何かに見た時にも 0. 何ミリぐらいしか使える水がないという水をですね、やっぱり油を流したりすると汚しちゃうし、でも、集めさえすれば、こうやってエネルギーになっていきます。で、私たちはこういった油を集める仕組みを作ってますので、今日この会場でも集めてますが、回収ステーションというのを展開してます。Facebook とかで発信してますので、ぜひ皆さんご近所の回収ステーションですね、油を持ってきてください、捨てないで。で、もしもご近所になかったら、地域の環境問題に関心あるようなお店とか、あと行政にですね、油回収してって言ってですね、声を上げてください。皆さんの小さい声でも集まってくると、行政とか費用がかかってきます。実際この、ね、渋谷区は区でも油回収をやってくれてます。ですので、行政単位で始めてるところもあるし、企業で自分家の店先にですね、回収ステーションボックスを置いて回収もしてくれてます。で、今回みたいなイベントの時には、私たちが出るところでは、東急電がいるところでは、必ず発電もセットで油回収がやっておりますので、ぜひ皆さん来ていただいて、なるべくこういったエネルギーをですね、使ってもらえるようにしたいと思います。ちょっと時間があるので、私事ですが、私がこうやって環境問題に関心を持つようになったのは、18歳の時にですね、バックパッカーでアジア訪問旅行なんですね。で、その時にですね、ネパールで大きい土砂災害があったんです。で、その時に村の人が、私はこれは天災だと思ったんですね。土砂災害、雨が多くて土砂災害になっちゃった。そしたら村の人が、これはね、天災じゃなくて人災なんだよって言われたんです。それがすごく衝撃的で、今、それこそゲリラ豪雨とか土砂災害がね、日本でも感じることがあるんですけども、20年前に、もう30日前ですね、地球の未来を見てしまった、そんな責任を感じたっていうですね、きっかけで、日本に環境問題を解決するということを始めるんですが、なかなか進んでいかないという現状を出しちゃう。でも私の実家でですね、油のリサイクルをやってですね、それに見つけて、30年前ですから、油の回収業っていうとですね、なんか環境ビジネスというよりはただのゴミ屋さんみたいな感じがあったんですが、そこに参加させてもらって、こうやって新しくこうバイオネームをしたりとかってことも勉強しました。そしてですね、もう一つ東京イベント2017プロジェクトを今やってるんですが、来年が2017年ですが、
一滴残らずこの油を詰めて資源循環型の社会にしていきたい、油は捨てるものじゃなくてあのエネルギーにしていくってことを言ってるんですが、その一つの決定って、もう一つの決定っていうのはですね、あのやっぱり東日本大震災で、私たちは天ぷら油燃料の車を走らせて被災地に救援物資を出そうとした。被災地に行って多くの人たちから、天ぷら油で車走るんだね、こういうエネルギー作ってこなければならなかったと言われました。で逆にこうもうあの落ち込んで福島原発が壊れてですね、やっぱり環境問題のことを聞かれてますから、あこんなことを事故起こしちゃったと思って落ち込んでたんですが、まあ被災地行ってみると皆さんが一生懸命生きてること、このエネルギーに対して応援がありました。で今回熊本も地震が起こってやっぱり水がない、電気がないということで、あのお困りなところにですね、皆さんこの発電機ですね、あればですね、テントなどで電気ができるんですよ。で送電線が切れちゃったら電気来ませんけど、これがそばにあるからこれで充電ができて明かりが灯ればそれで安心ができます。でここで皆さんにですね、残り1分になるので素敵な発表があります。実はですね、今日の発電機はレンタルの発電機なので、普通の発電機に BDF といって天ぷら油を加工したエネルギーを入れています。ところが生のまんまで発電する発電機の開発に成功いたしました。ありがとうございます。これが地域にあればですね、皆さんが使い終わった天ぷら油をそこで持ってくれば、そこが回収ステーションが発電所になるんです。私ども東京の墨田区に工場がありますが、そこに富谷バイオマス発電所というのがあって、今ね売電しております。なので地域地域にこういった発電機を置いて、皆さんの油でそのエネルギーが賄えていけばいいなと思いました。頑張っていますので、ぜひ皆さん発電機欲しい方いってみると思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。エネルギーの話、そして、水の話、食料の話、最後ですね、ちょっと希望が持てるような、話もありましたけども、まあ、被災地とか電気が通らないところでこうそのまま天ぷら油で発電できてしまうような発電機がある、それでですね、今日ゲストの方ってこの後アスタの会場を回られたりもするんですね、出展されたりとか。それであの通常のセッションというか、ね、勉強会とかだと、この後ゲストの方がパネルディスカッションを来たりとか、あの質疑応答がゆっくりあったりとかするんですけども、今回は何せですね、あのアースデイ東京が課題と考えることが多ければ、アースデイ東京の会場を皆さんにも見てほしいので、これからちょっと質疑応答、ワンチャン同士の、はい、お聞きですね、何を思ってるんだろう、地球の危機をこう避けてる感じで、今からちょっと質疑応答の時間を取りたいと思うんですけども、ちょっと絞ってですね、お聞きいただきたいと思ってまして、皆様お手元にこちらの方ございますか。セッションの紙、こちらの紙ない方はですね、後ろでお配りしてますので、しまった方はちょっと出していただいて、こちらの方の裏面なんですけども、はい、裏、まあ、こちらと表と言ってもいいかもしれないですね。我々のアクションからすると表、ここにアースネイティブ宣言シートというシートがあります。こちらの方をできれば、まあ、このセッションの時に思ったことを書いていただきたいなと思ったんですけども、まあ、アースネイ東京を回ってる間にいろいろ思いついたりとか、家に帰ってからでも構いませんけども、ちょっと書いていただきたいなと思っていることでして、こちらのワールドシフトといって四角が2つありますね。この四角のところ上の方に、例えばこう今人類が水をものすごくその 0.05% の水を使いすぎていることという現状を書いていただいて、その下が適正に水をちゃんと使えるような行き届くような状況みたいな、まあ今の問題のところと下が理想的なところというところで書いてほしくて、で右側、誰が何のためにどうやっていつまでっていうところはですね、自分が、どういう目的でどうやっていつまでに何をするかっていう宣言をしていただきたいというシートでございます。で、この後ちょっと質疑応答、お一人お二人ぐらいかなと思いますが、質疑応答 していただいて、なるほどそういうことかみたいなふうに思っていただいた後に、ちょっと周りの方とグループになっていただいて、できるだけちょっとお友達同士、隣に並んでる方は後ろを振り向いていただいたりとか、知らない方ちょっと5分でもいいので、ちょっとお話ししていただければなと思っております。ということで、じゃあ質疑を取り移りたいと思いますけども、質問ある方、
手を挙げていただいてよろしいですか。すいません、あの資本主義っぽいですけど早い者勝ちで手を挙げていただければと思います。どうぞ。おばさんにセールオイルの現状を聞きたいんですけども、少し詳しく。はい、シェールオイルって皆さん聞いたことあるかどうかわかんないですけども、あのシェール革命とかっていうのニュースで出ますけども、実はあの2007、8年ぐらいまでで、いわゆる普通の石油と呼ばれる、石油の生産量はそこから今ほとんど増えてないんですね。でそれ以降の、石油の増産っていうのはほとんどアメリカのシェール革命でっていうものが起きて来られているシェールオイルというものが増産した分で今生産が増えているんですけども、今原油価格が下がっているせいでこの1年間で約 12% ぐらい今、12% ぐらい生産量が減少している状況です。で、おまけにですね、あのそういうシェールオイルを掘っている企業というのはまあ、およそ5000社から6000社あるというふうに言われているんですけれども、みんな中小企業なので、まあ、資金をですね、いろんな形で融資して、やってるんですけど、そこの今ほとんどが赤字状態で、今そこの企業のキャッシュフローの 80% が利子の支払いに回っているというような状況で、毎月ですね、何件も倒産して、また別の、大きな会社に買収されるっていうようなことを、まあ、アメリカでは毎月そんなことが起きてまして、そこであの原油の先ほど申し上げた値段が、まあ、上がればまたそこ回復するかもしれないですけど、今の状態ですとアメリカのシェールオイルの生産量がどんどん減っていっちゃうという形になってまして、今アメリカの政府が、これからアメリカの石油シェールオイルの生産量がどうなるかというレポートを、通常ですと毎年4月に出してるんですけども、なんか今年はまだ出てなくてですね、なんか6月まで延期っていうことになってますけども、まあ、その辺ちょっと現状を見ながら、まあ、石油の値段にどんどんかかってるんですけども、まあ、今結構さんさんたる状況になってまして、まあ、アメリカの株価にね影響があって、日本の株式にも影響して、まあ、今世界は石油業界というかシェールオイルの状況に世界経済が振り回されているような状況になっています。ありがとうございます。非常に興味深いお話で、この後あのおばさんを捕まえてというか、おばさんにあの個別にお聞きいただくのもいいと思いますし、あの今日どうだ10月をどうぞ。今あのシェールガスの話だったんですが、ね、実はあのシェールガスによって今アメリカの水問題も大変でございます。あのご存知の通りですね、シェールガスというのはあの血管の中に含まれている油とガスを取り出すために水圧破砕口ということでですね、縦に2000メートル、横に、まあ5マイルですから8キロぐらいですね、こういう掘り方ができて、水圧で約2番気圧をかけてパカッとその粘板板みたいなのを割るんですね。水圧で割ります。で割った瞬間に今度圧力抜くとハマグリのようにパッと閉じちゃうんで閉じちゃいけないということで、その中に微細なプロパンという砂を入れてですね、開くようにしてるんですね。それから水が流れるようにいろんな薬剤を入れておりまして、なんとシェールガス井戸1本に約2万トンの水を打ち込んでるんです。でそれは現在65万本ありまして、これが全部今埋め殺されてるんですけれども、アメリカのシェールガスのですね、油田の真ん中には小川原排水槽というアメリカのですね、最大の穀物が、まあ、産地があるんですね。でその周りが今、汚染されるということで、アメリカの EPA 環境保護庁はですね、このシェールガスの汚水処理をしっかりやろうと、まあ、こういうことで今やっております。ただアメリカはご存じの通りですね、州ごとの権限が全部違うんですね。連邦政府が言っても聞かないと、こういうことがありますけれども、シェールガスエネルギーの問題、やはりその水問題が必ず関わっていたと、これを申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。今日ご紹介もありましたように、本を出版されていたりとかですね、他のメディアにご出演されたりとか、他の勉強会もされていたりもしますので、そちらの方にもぜひ足をお運びいただきたいというところなんですけども、はい、ではここまででちょっと質疑を一旦切ってですね、ちょっとですね、周りの方と
基本的に話していただきたいのはやっぱりアースデー東京としてはこう自分がどうやって何をいつまでにするのかみたいなところなんですけども、まあ、ちょっとそこまで思いつかないやみたいな、とにかくなんかいろんな話聞いてびっくりしちゃったみたいなところでも結構なんですよ。特にこういうところが衝撃的だったみたいなところでも結構なんですけども、ちょっと周りの方と3人1組ぐらいですかねになってお話しいただけたらと思いますので、ちょっと後ろを向いていただいたり横を向いていただいたりですね、こんにちはをしていただいてからちょっと5分ぐらいですね、お時間をお取りしますので、せっかくアースデイ東京2016でこのセッションを聞いた仲間として、お話しいただけたらと思います。では、グループでお話しください。よろしくお願いします。プレゼントするよ、いや、プレゼントするよ、団体の番組です。